でも酒井は愚鈍のままでいいの。でも酒井は愚鈍のままでいいの。ちょうだい。悔しいです。ちょうだい。悔しいです。悔しいです。酒井目変わったぞ。目変わったよ。平子っぽいね。平子っぽい。どうもどうもロック TV です。本日のゲストは RP の平子くんです。お願いします。お願いします。重厚感あるね。すみません、今日この後5時に夢中があるんでその格好できちゃう。そういうことね。そうそうそう。申し訳ないですけど俺ノブロック TV でこの格好は来ないですよ。そうだよね。びっくりしたんだよ。平子くんと一緒にやる本日の企画はこちら、うん、相方のボケに気づくのが選手権。お最近、うん、人を操る企画とか、はい、ちょっと流行ってるじゃないですか、はい、それリモートなのもあって、はい、それでその中でちょっと思ったんだけど、うん、相方が操ったら、うん、騙されてる相方はあれこのボケうちの相方っぽいなって気づくのかっていう、うんうん、気づくのかな。でも僕特有のなんか尺長くて言い回し遠回りだけども伝わりづれえなっていう特有のボケ使いづれえなっていう特有のボケそれなんていうの。俺たちは思ってたけど、はい、自分も認識してたってこと。あの途中から認識させられたやけにみんな俺を叱ってくるから嫌なんだな。平子のあのボケ長いんだよって長いしボケなのかどうか分かんないし今日は架空の配信番組の MC でアルコ&ピースの酒井を呼び出してきて、うん、若き起業家に話を聞くっていうですね、まあ、ネット系の番組とかタクシーで流れる番組とかそういう番組だってことにしてます、はい、お前にこの回しは来ねえよまず、まあ、ドッキリだって気づくまでいいんだよ。それもそこが想定内、はいはいはい。そっからドッキリを操ってるのがうちの相方だって気づくまでのタイムを競うというか、確かにね、うん、絆を競うというか、はいはいはい、うん、というわけで僕たちはモニタリング室に行きましょう、はいはい、あの社長の名前だけ決めとかないと、はい、それも全部あの平子職だから、はい、武蔵豪にします、ね、気づかない。大丈夫。武蔵豪。大丈夫ですじゃあ武蔵豪でいく。おそらく本名違うんでしょうけどのタイプの、うんうん、了解了解。じゃあ武蔵豪でいきます。はい、お願いします。お願いします。酒井さん来ました。はい。何このシャツIT 企業と話すためのシャツでしょ。こいつの中でのマックスマックスマックスが白。白のフロンティアビジネスの哲学。うるせえさあ今回の MC は私アルコ&ピースの酒井健太でございます。そしてアシスタントの道岡桃子です。よろしくお願いします。お願いします。道岡さんにも耳入ってますからね、はい、うん、だから振りもできますから。この番組は業界の最先端を走る経営者の方々をお招きして、うん、ビジネスの哲学をお伺いする番組です、うん。酒井さんが例えばこうやりたいビジネスとかってありますか。ビジネス。今日はビジネスマンが登場しますか。そっか、もつ焼き屋とかじゃないですか。もつ焼き屋、はい、発想がガード下から出てんだよそれでは今回のフロンティアをご紹介しましょう。どうぞ。武蔵豪お願いします。よろしくお願いします。あーすごい。お願いします。お願いします。武蔵豪と申します。武蔵豪さん、はい、よろしくお願いします。酒井です。お願いします。本名ですか。いやちょっと変わった名前にしたいなと思って、これはあのビジネスの時に使ってる名前なんですけど。え、そういう人いるんですか。画数で決めてもらいました。画数でそのビジネスとかっていうので一番いいその仕事運というか、はい、そういうので一番いいのがその武蔵号っていう、まあ、響きもいいなと思ってうまいだから言った経営者の方とか。確かに。え、普段はどんなビジネスをされてるんですか。株式会社ゆめか。株式会社夢かっていう会社。夢か会社。夢を叶えるで夢か。あの夢を叶えるって書いて。うわ、かっこいい。はい。平子っぽいね。平子っぽい。なんか夢かを起用して今まで一番大変だったこととかってありますか。最初の3年目ぐらいまでは。まあ最初の3年目ぐらいまでは本当に夢の具現化が本当に難しかった。なんか夢の具現化っていうのが、まあ、難しかったですね。誰かの夢に責任を持つっていうことが、やっぱり誰かの夢に責任を持つっていうことが
僕自身も結構重くて、それをどう仕事として回していくかっていうか、そこでプレッシャーで潰されそうな時は、まあ、プレッシャーとかで潰されそうになったっていうことはありましたかね。いや本当の社長の言うこと言わしてんじゃん全然別に社長になっちゃってんじゃん別にどういうことだよ。ジャンプなんかそういうネガティブなことからこう乗り越えたりこうリフレッシュする方法とかってあるんですか。僕は、まあ、波乗りですか、ね。まあ、波乗りとかですかね。うわぽいかっこいい本当に腕は全然ない。いや本当腕はあの全然ないんで、いや本当ブカブカ浮いてるぐらいですよ本当に。ビジネスも一緒なんですけど、まあ、ビジネスもね結局一緒なんですけど、波を読んで、なんか波を読んで、はいはい、風を読んで、うん、風を読んで、でそれにどう乗りこなしていくか、それをどう乗りこなしていくかっていうか、はい、ビジネスと、まあ、それがそのビジネスとサーフィンで似てるかなと思って、うん、あ徐々にムカつくの入れてるね。それでやってますかね、うん、どんな音楽とか聞くんですか。ボサノバ、うん、ボサノバとかですかね。あとまあスロージャズとか。やっぱそういうのか。に聞くんで、やっぱ基本リラックスしたい時に聞くんで、はいはい、うん、コピーバンドもやってましたし、でコピーバンドとかもやってたんで、え、まあ、学生の時ですけどね本当に。何のコピーバンですか。ハナハナの、あのご存知ですかね、ハナハナ。ハナハナ気づくかな。あーよかったなの、ハナハナ。あーそうそうそう、ハナハナのコピーバンド。ハナハナのコピーバンドをいや、ハナハナ感あんまないですね。意外ですかね。はい、なんかもっとガシャガシャしたりとか、六調に、あでも六調にちょっとアレンジとかってして、いやいや、あれ六調にしちゃダメでしょあれ、ハナハナは、あーよかったな、あなたといて、あーよかったな、あなたといて、めちゃくちゃシャウトするね、やってますね、はい、マジっすか、はい、気づいたかな。盛り上がるんですかみんな。やっぱ学生時代からこう周りと、あ俺違うなっていう感覚はあったんですか。違おうとしてたかもしれないですね。違おうとしてたかもしれないですね。なんか違う角度で物を見てみよう、違う角度でこう物を見てみようっていう。キャンパスで大の字になって横になって、キャンパスでこう大の字になって横になって、空見て、で空見て、あここ歩いてるこいつら全員この空見えてねえんだな、ここ歩いてるこいつら全員この空見えてねえんだなみたいな。なんか違う角度から物を見ることによってめんどくせえ思いは、ちょっと坂井こいつめんどくせえなと思ってた顔が土色になってた、顔が土色になってた目線が違うんでしょうね。坂井さん空見てますか。坂井さん最近空見てますか。確かに言われてみたらじっくりは見てないですね土見てますか。土見てます一番最近土に触ったじっくり見てないかもしれない。最近で土触ったのって言ってた確かに記憶にはない。あと、そうなんですよねちょっとイラコっぽくなってきたね。命の根源、命の根源である土、土、自分自身が有機物なんだっていう、で、まあ、自分自身がもう有機物なんだっていう、そこの自覚からそこの自覚からまず入ってもらったりしますね。酒井さんって有機物ですか。酒井さんって有機物ですか。有機物だと思うんですけど。そうなんですよ。有機物なんですよ。そうだ、有機物なんですよ。その自覚が薄い。そこのなんか自覚がないじゃないですか。薄いじゃないですか。なるほど。で時間に制限があるし。時間に制限っていうのがあるし、はい、で本当にのんびりしてる暇ないんですよ人間って意外と。確かに、はい、で指鳴らして酒井さんどうします、ね、で酒井さんどうします。どうする、うん、いやいや、今やるし、今こうやってる仕事を頑張りたいですよ、やっぱり。どう頑張りますか。いや、その冠番組持てるように、ええ、いろんなことを、技を磨いて、そこ目指して頑張りますよ。最初と目つき、自分で変わったの気づいてます。なんか最初と目つき変わったの自分で気づいてます。いや、すごいいい目してますよ。マジですか、はい、これがうちの新人研修ですね。これがうちの新人研修ですね。あ、うん、さっき言ったいろいろこれっていうので、はいはいはい、うん、それうちの会社では気づきって呼んでます。でそれをうちの会社で気づきって呼ぶんですけど、気づき、うん、気づくじゃないですか、はい、そうすると動き始めるんですよ。そうすると動き始めるんです、どんどん。時間無限じゃねえぜ。時間は無限じゃねえぜ、本当に
緊張しない面白いな急のため口、うん、酒井のアンテナってどっち方向向いてんの？え、酒井のアンテナどっち方向向いてんのどっち向いてんの面白いなこっち割れてもな何に向けてんの？何に向かって日々何に向けてるアンテナ？日々何に向かってアンテナ張ってんの？何をキャッチしよう？何キャッチしてる？のんべんだらりと生きてるだけ？のんべんだらりと生きてるだけ？いや、そうじゃないですけど今僕のため語でピリッとしたでしょ？今俺のため語でちょっとピリッとしました。なんなんすかマジでいやピリッとしました。怖かったっすよ。今これ新人研修でやってるんですけど、うん、まあこれも新人研修でやるんですけど。これもやるんすか新人研修で？はい。やっぱみんななんかできることからやんないとマジすぐ死ぬよ。まあできることからやんないとマジですぐ死ぬから。めちゃくちゃです。やっぱそこに向かってってるんですもんね我々は多分。今この時間も、はい、今この時間も。そうですね。なんか意味ある時間にしないと、はい、何か意味ある時間にしないと捨ててるだろう、はい、捨ててるだけになっちゃうから。グドン、グドン、どっちだと思ってる？どっちだと思ってる？編集、編集だと思われる。ああでも酒井はグドンのままでいいの？でも酒井はグドンのままでいいの？いや、そうですね、嫌です。悔しさはない？悔しさない？いやいや悔しいですね。悔しさはない？悔しさはない？いや悔しいです。悔しくない？で悔しくないの？いや悔しいです悔しいです。笑ってんじゃん。笑ってんじゃん。すみません。いや本当に悔しいですでも。届かない届かない届かない。全然届かないわ。届かして届かして届かして。もっと届かして届かして。悔しいです。届かして届かして。悔しいです。ピッポイの。悔しいです。ちょうだい。ちょうだい。ちょうだい。悔しいです。ちょうだいもっと。悔しいです。悔しいです。酒井目変わったぞ。悔しいです。目変わったよ。これアルピーっぽいけどな。もう平子に見えてきたもん。言えばいいのにテレビで。悔しいです。いやだから今ちっちゃいですよそれ。ああ、うん。そういうさっきの声をテレビで。いやそうですね本当にそうだと思う。ほらやんない。ほらやんない。ほら今もやんないでしょこうやって言っても。ああ。うん、あ今レスポンスがもう遅い。ビジネスだとここでもう。でもビジネスだったらもうここで。5周半してますから。5周半しますから今ので。5周半。テレビよりも尺短い。テレビよりも尺短いんですよビジネスっていうのは。悔しくないですか、ね、悔しくないですか。悔しいです。遅いです。遅かったです。もう遅い今の。あんま遅い。あんま遅いですよね。あ、これやるんだって一瞬頭で考えてから言ってますよね。いや確かに、はい、今考えちゃった。悔しいですか。悔しいですか。悔しいです。好きな食べ物は。好きな食べ物は。遅い。食って言いました。遅いですよ。こういうのあんだ。うまくやれない番組は。うまくやれない番組は。おー、ラビットのロケ。どこがですか。どこがですか。やっぱいや、あ、急にああいう朝の番組とか僕やっぱできんのかなっていう不安もあるし、うん、やれてるかなとか。うまくやれてる番組は。逆にうまくやれてる番組。うまくやれてる番組。遅い。遅い。あ、遅い。あ、そっかそっか、はい、考えてる。悔しくないですか。悔しくないですか今。悔しいです。それだけはいいですね。これだけはちょっと思いました。それだけは本当にいいですね。これだけはちょっと思いました。うん、はい。あーよかったな。あーよかったな。あなたがいて。平子さんっぽいなとは言わねえな。それができないんだったらやめた方がいい。まあそれができないんだったらやめた方がいいです。忍者の話振っちゃうから、ね、あいつ有名。常に、うん、芸人以外でなんか夢ないんですか。なんか芸人以外で夢とかないんですか。さっきから芸人こだわってますけど、まあ、もちろんね芸人さんなんでそうでしょうけど。気づいてたら忍者っていうよね、うん、芸人以外の夢ですか、うん、もつ焼きやってさっきから気づかねえよ全然はい。じゃあ芸人やめた方がいいよ。じゃあ芸人やめた方がいいよ。試させてもらったよ。試させてもらったんで今。芸人以外の夢。ちょっと待ってください。芸人以外の夢。語っちゃったじゃん。はい、語っちゃったじゃん。もつ焼きがやりたいんだったら。いや、もつ焼きがやりたいんだったら。今この時間だ。今この時間何？じゃあもつ焼き屋に全力注げばいいじゃん。
もつ焼けにじゃ全力注げばいいじゃん。いや、あの、はい、下積みでも何でもして、下積みでも何でもして、もつ焼けばいいじゃん。もつ焼けばいいじゃん。いや、そうなんすけど、このテレビ業界さ、今この席若手いくらでもやりたいと思うよ。この席今若手いくらでもやりたいと思うよ。だけどお前何がやりたいと思ってる？もつ焼け。お前何がやりたいと思ってる？もつ焼けでしょ。なんでここにいんの？なんでここにいんのこれやり取りは忍者だけどな、気づくかな。新橋すぐそこだよ。新橋すぐそこだよ。もつ焼けいくらでもあるよ。もつ焼けいくらでもあるよ。もつ焼けやんの？もつ焼けやんの？お笑いやんの？いや、それはだって、いや、芸人やりたいです。届かして、届かして、芸人やりたいです。声張るんじゃなくて、声張るんじゃなくてさ、芸人やりたい。じゃあやれよ。じゃあやれよ。もつは捨てろよ。もつは捨てろよ。何を焼くんだよ。何焼くんだよ。何に熱を帯びるんだよ。何に熱を帯びるんだよ。もつじゃねえだろ。もつじゃねえだろ。お笑いだろ。お笑いだろ。ゴールデンだろ。ゴールデンだろ。何を串に刺すんだよ。何を串に刺すんだよ。もつか。もつか。なんだよ。なんだよ。お客さんのハート。言えんだったら最初から言えよ。言えんだったら最初から言えよ。超面白いアルピーの漫才になってるけどすごい成長したと思うし。本当ですか。うん、どうせ今日もなんかのらりくらりとインタビューやろうと思ってたんでしょ。いやいや、そんなことない。俺の手を離れちゃった。引き出されたことなかった。どうも。初に刺さったぜ。はい、何ですかこれは。サクマ&ピース。サクマ&ピース。サクマ&ピースだよね今はね。変だ。違う違う、これ YouTube の中で相方が操ったら早い段階で相方って気づくかっていう。うーわ、ぽかった。ぽかったでしょ。めっちゃぽかった。完全に平子入ってなかった。うん、だけどマジでこういう人いるから。平子の操るIT 社長めちゃくちゃ面白いね。俺がちょっと IT 社長の毛をガチで持ってるから。で、本当に喋ってていい研修だなってちょっと思っちゃった。土を触って空を見て。